皆さんこんにちは、永田隆人です。僕はKというですね、ユダヤ人の作家ヨゼフ・クラインが書いた原稿の擬人化の役ですね。はい。でホープと30年間ずっと寄り添って、擬人化なんで原稿なんですけれども、ホープをにとってとても大事な、なんか息子で孫で恋人で友人でみたいな存在なんじゃないかなと思っております。すごい大きなチャレンジだなと、あんまりミュージカルやってきてないんでっていうのもあって、自分にとって今必要なとても大事なタイミングだと思ったのでありがたいかったですっていうのと、あと本田劇場意外と立ったことなくて、すごい一番立ってみたかった劇場だったんで、それ結構嬉しいですね。はい。まあ相変わらずね、大変な状況は続いておりますけれども、やっぱり最近も舞台自分も関係して、やっぱ生の力って改めて感じて、で特にこのミュージカルは、見てくださったお客さんにとってきっと背中を押してくれるような作品になっていると思います。で自分も拝見してそうだったので、なんかこの思いが皆さんに伝わればなと思います。はい。ミュージカルホープは10月1日より下北沢本田劇場で上演いたします。皆様ぜひ劇場にお越しください。お待ちします。 OK。